ああ、よかったね。うん。
それでなんか2本ぐらい打って、1本ぐらい。3人ぐらいちょうどいいですよね。なんかセンターラインに1人か2人、なんか右打ちがね、右打ち上手だけどセカンドの頭まで打ってくれたらいいけど、そうですよね。坂井君のセンターも守備範囲も広くて、身体能力がありそうな感じですよね。そうですよね。センターも守備範囲も広くて、守備範囲も広かったですもんね。そう。ごめんね、残念だけど、そうですよね。なんかね、うん、タイム今のところだったら小さいところ上白光が上白光声がめっちゃ出てて、なんか気持ちいいし、そうですよね。1号とさ、いった。よし。
見てたですか。よくあると思う。やっぱパワーですね。止まったらやっぱ飛びますね。あの球が、
兵庫で報徳が僕取ってしまうとですね。そうですね。2個。うん。安田もいるけど、安田は7-0が持ってる。そうですよね。7-0が持ってて、兵庫を持った時に選ぶときついですよ。うん。中地面に負けたからね。兵庫3位だから。うん。なら高田翔。うん。どうした？どうした？金？あセリブが負けたから高田翔選手のね、うん、
積極的に、なんで積極的に。あの回だけですね。そこをしのげるかしのげないかですもんね。実際あの押し出しの球とかも、まあ、言うて手を挙げてくれたらっていう話にもなる気がするね。出会い頭のさよならとこ打たんか、出会い頭のつなぐれですよね。ちょっと大きいよ。いいんだな。
制危ないで、牽制マジで。宮田牽制バリうまくないですか、うん、刺さらせ。仕掛けたい場面でもあるっすよね、盗塁でなんとも言えますけどね。中井監督やりそうですけどね。日本で1点、日本で1点、日本で1点、うん、長打なんですね、うん、シルとしたここですよね、うん、めっちゃコミックな辺ぐらいまで投げてくるんかな。
角から。